皆さんこんにちは。2024年度合格目標の行政書士試験効果的学習法とスケジュールの組み立て方というタイトルで1時間程度ですねお話をさせていただきます。担当いたしますのはレクセン銀行の日高と申します。どうぞよろしくお願いします。はいまず2024年の合格目標ということで。 行政書試験の合格講座という講座を中心とするコースにつきましてこれからご説明をしてまいります。で効果的学習法というところにまああのポイントがありましてスケジュールにつきましては基本的には通学で受講される皆さんには REC の,のスケジュールですねスケジュール冊子が各本校ごとに えー、まあ,あの用意されておりますのでこちらの方ですねご覧いただければまあ,あの基本的なそのスケジュールというものはご覧いただける形になります。えー、そうは言っても大体どれぐらいのボリュームがあるのかということを皆さんあのおそらく、えー、気になっている方いらっしゃると思いますので、えー、16、えー、このパンフレットですね、えー、今回このパンフレット、えー、この緑色の表紙になっておりますけれども、えー、まああのこれこの その動画をご覧になるタイミングによっては表紙の色が変わっているかもしれません。これは2024年向けのガイダンス講座ですね第1弾としてこれをお送りするものですからその一番最初の,そのパンフレットとしてはこの緑色の「パーフェクトコース」というものがご用意させていただいております。でこちらのパンフレットを中心としてご説明をしてまいりますので。 まずは早速でありますけれどもその16ページ17ページというところを開いていただきますでしょうかはい16ページ17ページのところでパーフェクトコーススペシャルとかパーフェクトコースというものがありまして、えーまあ、皆さんに皆さんあの大抵受講される方、まあ、比較的多いのがこのパーフェクトコース全80回となっているものになりますでそのの大半を占めるのが実は 合格講座座とい,いまして、まあ、機関講座ですねレックの基幹講,講座、この合格講座というのは、もうこれはかなりですね、その行政書士試験が国家,試験国家資格ですね、国家試験になって、もう間もなくレックでは講座を始めておりますので、かなりあの伝統のあるというか、長いですね、歴史的に長い講座になります。 で私も実はですね、このレックで、豪華講座をかなり長年担当しておりますので、えー、現在でも25ページですね、パンフレット25ページ、ご覧いただきますと、<laughs> まあこのように、えー、このし、えー、通信の講義の方も担当させていただいております。えー、民法、行政法、商法、会社法という、まあ、あの主要科目ですね、えー、この行政書試験において、一番 えこう出題数の多いところ、まあ、これはあのこう、えー、通信のほ、えー、これ通信,講義、えー、通信講座の方で担当をさせていただいております。で通学クラスに関しましてはその私はあの関東で、まあ、大宮本校、まあ、あの埼玉県ですね、えー、大宮というところで毎週日曜日に担当しております。 えー、詳しいそのプロフィールにつきましてはこちら見ていただくとお分かりになると思いますけれども、えーまあ、興味ある方はぜひ実はです、ね、私はあの、まあ、行政書士の試験にはもちろんあの合格しているわけですけれども行政書士の登録をしておりませんで、えーまあ、その代わりというと何,何なんですがあの現在、弁護士登録しております。 ただあの仕事からですねえその行政書士の先生とまあに例えば協力をお願いしてえまあ行政書士の先生の方がえよりその的確に仕事ができるのではないかといったような分野につきましてはえ行政書士の先生の協力を仰ぐということはあのえ割とあのかなりですねえ行っておりますのでまあそういう意味ではあの行政書士の先生方の お力ととといいいううのは非常にに日々です、ね、助かっているというところになりますで例えば10ページ、11ページですねこのパンフレットをご覧いただきますと行政書士って一体どういう仕事をするんだとまずそこから始めさせていただきたいんですが11ページですね許認可業務というのがありましてこれはもうやはり行政書士の先生の得意分野ということになります。 建設業の許可申請外国人の在留手続きですとか飲食店の営業許可申請ですね、うん、宅建業の免許申請などなどありますでやはり比較的あの単価が高いものでいうと一番の建設業の許可申請であったりあるいはこの風俗営業許可ですねこういったものは比較的単価が高いと言われております。 そして、ただあの最近かなり必要性が高まっているものとしては3番のこの外国人の在留手続きですね外国人の在留制度出入,出入国の管理ですとかあとは難民認定ですねこういったものに関しましてはかなりその昨今ですねいわゆる あの国際的な交流があの盛んになっている現代においては非常ににニーズが高ままっていいるというとうころになります、えー、例えばあの、期間まで行かなくても、まあ、期間の手続きももちろん行政処置できるわけですが、えー、期間まで行かなくても例えば永住許可の申請であるとか、えー、こういったような手続きを行政処置が、えー、お手伝いをするとでそれによって、えー、報酬を得られるということになるわけですね。<laughs> はい あとは最近のその行政書士の先生で比較的多く手がけられている業務というのがありましてそれがまあ11ページの下のこの民事企業法務というものになります。民事企業法務につきましては例えば 会社の顧問として就任してこの3番の各種契約書作成とか契約書作成まで至らなくても例えば既存の契約書に関する点検というかチェックですねつまり既存の契約書が果たして現在の法制度に合致しているかどうか例えば民法で大改正があったなどという場合にこの既存の契約書のままで大丈夫なのかということを例えば相談を受けて でえー、場合によってはその契約書の,その修正というか改正ですね、えー、その契約書を改定する作業を行うということになりますこれがいわゆる俗に言うリーガルチェックと呼ばれるものですねでもちろんこれあの弁護士も得意とするところで、えー、例えばあの顧問先の会社があるような弁護士、まあ、私もあの少ないんですけれども一応顧問先ありますので、まああのえー、この <coughs> 契約書のリーガルチェックをお願いされるということはあのしばしばあるわけですけれども。 こういう契約書の作成とかリーガルチェックですねこれはあのかなり最近では行政書士の先生の間でもまあ広まっているものということが言えるでしょうそして1番2番はこれはちょっとあのいわゆる弁護士法との関係で注意が必要な分野ということになりますが遺言書作成と書いてありますけど正確に言うと遺言書の作成の支援ですね。 例えばあの自筆証書遺言というあの遺言があるわけですが自筆証書遺言という遺言に関してはこれはあのご本人えつまりこれから遺言をしようというご本人しか作成できませんので、えー、あくまでお手伝いということになります。 まあ実はあのご本人が作成せずにご本人以外の人が作成するっていう遺言書も実はありましてそれがこの公正証書遺言というものですね公正証書遺言の作成の支援にあたって例えば公正証書遺言の原案ですねこれを行政書士が作るということも考えられます。 まあこのようにあの遺言書作成支援の業務といったものも最近ではかなり広く見られております。そして遺言書作成に関連する話になりますがこの相続ですね。これももちろん行政書士は 家庭裁判所に代理人として出頭することができませんのでそういう意味ではそこはもう弁護士に任せなければいけないということになるわけですがとはいえやはり遺言書の作成に関与した以上例えばその遺言書を書いた方が亡くなられた時には次に 当然問題となりうるのが相続ということになるわけですねですからこういう遺言書作成支援あるいは相続こういったことをですね得意とする行政書士の先生が最近ではかなり増えているというのが実情でありますそしてまあ内容証明郵便というのはこれあの <coughs> え紛争性を持つようになるとさすがにこれはもう弁護士に任せなければいけないわけですがえ紛争性のないえ限度で例えばあのクーリングオフの通知を出すとかですねまあクーリングオフって要するにその一方的にあのいわゆる契約してからあの8日以内ですね8日以内ですけれども。 出すことによってもう当然にできるものということになるので特に紛争性がなくですねただあの内容証明郵便というものを一本作成して出すだけということであればこれはもう当然行政書士の先生でもできるということになります。はい、ですから行政書士ののの仕事の範囲といいうのは非常に広いわけですねこのようにどういう仕事をする、まあ、あの資格なのか。 まどういう仕事ができるのか、そしてどういう仕事に結びつけていけるのかというところをぜひイメージしていただきたいということになります。はい、そしてようやくですね、ちょっと本題に入るわけですが、効果的学習法とありまして、まずは行政書士試験の全体像をですね、把握しておく必要があります。はい、十四ページですね、このパンフレット14ページをご覧いただくと。 えー、いただくと <laughs> まあここに上の方に行政書士試験案内と書いてありまして、えー、まず出題形式科目別配点というところから見ていただきましょう、えー、これは令和4年度2022年の実績ですけれども、えーまあ、これは2023年も基本的には変わりませんで括弧 A とありましてこれが五詞択一式ですね五詞択一式 えつまり5つ選択肢がある中の1つが正解だからそれを選べというものです B が多種選択式というものになりますこれちょっと特殊な形式になります枠内の選択肢から空欄に当てはまる語句を選ぶというものでこれも一応あのマークシート方式の一種なんですが5種択一とは違うちょっと特殊な形式ですね えー、そして行政書士試験の場合、えー、特筆すべきはこの、C、のの C 記述式というものがあります、えー、これは他の試験でいうと、まあ、記述問題が課される資格試験はそれほど多くはないんですが、えー、例えば司法書士試験には書式の,あの記述っていう試験がありますので、えー、まあそういったあの書式の記述といったものほどですね、えー、たくさん書くということはありません。えー、記述問題というのは 設問,、ねえー、問に対する回答を40程度で記述とありますけれども、えー、正確に言うとマス目が40あの45個のマスス目目がが個のあります、えー、要するに横が15マスの、えー、縦3段になっているじあのかけ、えー、これで全てで45マスですね。で45マスの、えー、マス目がありましてそこに回答を書き込むというものになります。 だからあの一番あの長くても字までしかか書けまませんん、えー、じゃあ最低は何,何文字とといいうと特に決まりがないんですですから、えー、とにかく分からなくても途中まででも書かなきゃいけないというものですね。でえー、もちろんいろいろ書くことを思いついて、えー、全部書こうと思っても45文字をはみ出してはいけないということになります。えー、これはきちんとですね、えー、まず押さえておく必要があります。<laughs> はいこういう記述問題が、えー、行政法という科目から1問で民法という科目から2問出るわけですね。えー、そして、えー、五歯択一式は、えー、これはあ例年の実績でいくとお46問ですね、えー、全部で、えー、あ失礼、えー、とこれ 40, 40問、えー、40問プラス14問で、四0問プラス14問で、えー、54問。 五試択一式が全部で54問あります。ということはあのこれ全部で60問なので、えー、60問中54問が五試択一ということはもうほとんどがあのたあのこの五肢択一の問題ということになります。だから まあ記述式問題の対策であるとかあと多種選択式の問題の対策であるとかこういったものもですね、えー、ある程度はもちろんやっていく必要がありますが基本的には五種択一の問題が、えーまあ、ここできちんとですねそして、えー、その科目ごとにそれぞれの問題数が書いてありまして。 ざっと見ていただいてすぐお分かりになるのが行政法の択一の五一問題非常に多いですよね全部で54問のうち行政法が19問ということは3分の1以上と五子択一で3分の1以上ということになりますがところが行政法は五子択一だけではなくこの多子選択式という形式の問題これも2問出ます。 でなお多種選択式と記述式は語士択一と比べると配点が高いのでそうすると行政法の配点というのは非常に高いんだということが、まあ、一見してわかるということになります。とあのこれはなぜかというのはあのこれは明らかですけれどもこれはその許認可申請を行うにあたって必要な知識としてはまずもってこれは行政法の知識であるわけですね。 行政書士っていうぐらいですから当然行政法を知らないで行政書士をやることはできませんですから行政法の、まあ、しかも行政法っていう科目はあの非常にこう幅広くて,しか,広くてしかも奥行きも深いです幅が広くてしかも奥行きも深いこういう行政法のうち行政書士試験に出題される行政法というのはかなり限られている限定された範囲だけです。 でえー、じゃあ限られた限定された範囲だけだから、えー、じゃあ楽勝かって言われたらあそんなことはないんですね、えー、ですから行政法というのはあの非常にこう幅が広いし奥行きも深いと、えー、つまりあの行政法を極めようと思ったら、えー、非常に膨大な時間がかかるわけですが、えー、しかし、えー、行政書試験に出題される行政法に限って言うと、えー、そこまで、えー、広く深く追求する必要はありません。 えー、とにかく限定されたところをきちんとですね、えー、理解し、かつ覚えていけばよいということになります。はい、でパンフレットの十六あ十五ページになりますね。十五ページの上のまあ本試験というところをちょっと見ていただきたいんですが、試験科目が書いてあります。行政書士の業務に関し必要な法令等とありますね。行政書士の業務に関し必要な法令等が四十六問。 出ますでほ、えー、他の14問は何かというといわゆる一般知識と呼ばれるものでで政治経済社会そして情報通信個人情報保護に文章理解というものものありますこの文章理解というものが出題されるっていうところが行政士試験のもう一つの特徴になります。えー、他の資格試験で、えー、こういう文章理解なんていう問題が出るものはまず、えー、公務員を除いてはあ,のありません。 公務員試験というのは必ず文章理解が出ますけれども公務員以外はこの文章理解というのはほとんど出ないですね。で文章理解っていうのは要するに国語の長文読解の問題です。日本語のの長文読解の問題ですから、まあ、基本的な国語力があるかどうかを試すものということになります。で情情報報通信個人情報ごと 言えばまあこれ情報通信に関する例えば sns とは何ですかとかそういったような言葉の意味に関する問題がまず必ず一問出ますそして個人情報保護という分野に関して言うとこれはぜひとも抑えなければいけない法律がありますこれは個人情報保護法という法律です個人情報保護法という法律ですからこの一般知識の中でも 個人情報保護のところに関しては個人情報保護法法という法律の知識がもう端的に問われますだからその意味では一般知識等と書いてあるけれども、まあ、実際は個人情報保護法のような法律の学習も必要になってくるということになるわけですね。 で法律の学習も必要になるということ、えー、ということとの関係でいうと政治経済社会とありますがこの政治経済社会の中でも特にこの社会の部分ですねこの社会の部分に関連して、えー、これは令和6年の試験、えー、つまり、えー、これから皆さんが受験をしようと検討されている試験です。令和6年ののの試験からは、えー、この社会、えー、という,うその 科目ですね一般知識の中の社会という科目に関してこれ実は今までも行政書士の業務に必要な基礎知識としての例えば戸籍法に関する知識とか住民基本台帳法に関する知識ですねこういったような行政書士として当然知っておくべき知識こういったものも取材される予定になっているということになります。 でちょっとあの出題される予定になっているというあのちょっと曖昧な言い方になっているそしてパンフレットでそこまで明記していないのはどうしてかというとこれ,これはあの現段階では。 あの総務省令といいましてあの総務省が、えー、結局あの最終的にその試験科目として戸籍法とか住民基本台帳法あるいは行政処置法ですねこういった法律をあの含めるかどうかについて、えー、現在の省令レベルで、えー、省令を作って、えー、含めるかどうかを検討している段階ということになるわけですが。 ただもうすでにあの症例の案ですねこれはもうある程度固まっている時点でしてそうなるとこれはもうほぼですねおそらくは間違いなく令和6年の4月以降の試験からは出る可能性が非常に高いだろうということになります。 まだあの現在、ですねこのガイダンス講義の,あの講義を収録している時点では確定情報ではないので今、じゃあ戸籍法とか住民基本台帳法とか行政処署は出ますとそこまで断定はできないんですがしかし、よくよく考えてみると行政処士法というのは行政処士になろうとする人にとっては必要不可欠な知識ということが言えます。 行政書士法の中に例えば行政書士の業務に関する条文があったりあるいは行政書士に対する懲戒処分ですねに関する規定があったりとあるいは行政書士があの業務上を守らなければいけないあの義務例えば守秘義務とかそういったあの基本中の基本の知識がですねほとんどすべて入ってますのでそうすると行政書士法はほぼ確実に出るだろうと、まあ、考えなきゃいけない、まあ、仮に出なかったとしても勉強して損は全くしません。ですから あの行政書士法とか、あとはまあ個積合住民基本台帳法ですね。こういったあの基本的なあの実務上必要な基礎知識、えー、こういったものがあ要求されているということになるわけです。え政治経済社会というのが今まではですね、ほとんどあの高校生が勉強するような。 あのまあ、昔いうセンター試験今だと大学共通テストですねに出題される政治経済とかそういったような問題がよく出ていたわけですがただそういった問題の数が減って、まあ、あの少なくなってその反面この社会というくくりの中でこの社会という科目の中で えー、この今申し上げた行政書士法とか戸籍法あるいは住民基本台帳法ですねという基本的に行政書士が知っておくべき法律の知識、まあ、これが出題対象となってくるということになります。 まあ実を言うとですね私があの行政書試験を受けていた時もうかなり昔の話になりますがその時はまだ行政書士法とか戸籍法とか住民基本台帳法ですねこういったような法律科目がもう真正面から問われていましただから私も行政書士法はかなりですね当時ですけれども勉強していたということになります。 もちろんあの最新の行政処置法に関しても当然あのこう知識をアップデートしてますのでいつこれを取材されてもすぐにでも抗議できるという状態にはしております。ですからこういう行政処置法とか戸籍法とか住民基本台帳法ですねといった行政処置が実もやっていく上で絶対的に必要な知識基礎知識これを 行政書士の業務に必要な基礎知識という名称に変えて、まあ、従来の一般知識等ですね行政書士の業務に必要な基礎知識等という名称に変えてで行政書士法などを取材するという改正が現在検討されているでそれはおそらくは実現するだろうという見通しになっております。 とということは結局、ですね一般知識等と書いてありまして一般知識って一体何勉強すればいいんだろうと結局、新聞読むしか対策がないのかとかですねあるいは常識レベルの問題が出,て出るんだったら結局、勉強してもしなくても同じだなというふうに考える方がもともと多かった。 ところなんですけれども、で、実際そうだったんです。実際そ、そ、そ、そういうふうにですね。まあ、新聞を読んで対応するとか、あるいは、もう、全く勉強せずに。あの、しなくても、例えば、十四問中、十問、あの、正解できるとか。まあ、そういう方もたくさん、あの、いらっしゃるわけですが。ただ、あの、これから先は、そうはいかないということになります。これから先は。あの、政治経済社会の中でも、特に社会と。 いう分野ですね社会という分野に関連して、えー、行政書士法の基礎知識ですねもちろん条文知識です、えー、あるいは戸籍法の基礎知識、えー、住民基本台帳法の基礎知識といったような、まあ、まさに法令科目と同じ学習方法が、えー、求められることになってくるということになります。そうするとますますです、ね、行政書士試験というののは法令重視の試験だということがあのはっきりまる はい、で他の科目法令いわゆる法令科目を見ていきますがいわゆる法令科目の方ですけれどもまず憲法ですねこれが五種択一式で5問そして多種選択式という形式で1問出ますで合計で28点分の拝点が当たられていますで次に行政法ですね行政法という科目に関してはこれはあの分野がですね非常に多種多様ですで分野別に見ていくと 行政法という科目の中に行政法の一般的な法理論と書いてありますがこれが俗に言う行政法総論と呼ばれる分野です。行政法総論これは大学の法学部における、えーまあ、<laughs> 法学部生向けの講義においては行政法総論という科目名で講義される内容ですね。 でまあ、ただあの行政放送論という科目の特徴、まあ、分野の特徴ですけれどもこれはあの他の分野とのいわばあの土台というか基礎になる部分になります。行政放送論の知識をきちんと押さえていくと、えー、おのずとこれ行政手続法とか行政不服審査法行政事件訴訟法ですね、えー、そして国家賠償法。 もちろん地方自治法もですけれどもこういった他の分野にもこれは影響してくる部分ということになります。でこの「行政放送論」というところがまずありましてこれが主催されると。 えそして次に行政手続法という科目があります。行政手続法はこれはもう条文中心の学習で対応できるものということになります。行政不服審査法も同じです。行政不服審査法もこれはもう条文知識ですね。これしか問われません。判例あのいわゆる裁判所が下した判決つまり判判例ですね。えこういったものはもうほとんど問われない。まず問われません。 そして行政事件訴訟法という分野があるわけですが行政事件訴訟法に関してはこれは条文知識が8割程度を占めておりますが残りの2割に関してはいわゆる判例というものが出ます。判例って何かっていうと判例という言葉自体は聞いたことある方いらっしゃるかと思いますがこれは最高裁判所が下した一定の争点に関する判断ですね。 でそ,れそのポイントを抜き出したものを一般に判例と呼んでおりますで最高裁判所以外の裁判所が下した判断に関してはこれは通常判例と呼ばれずこれは裁判例あるいは下級審裁判例と言われるんですね。で最高裁判所が下した判決のポイント部分ですね肝心な部分。 これがあの判例ということになるわけですが、えー、なぜ私たちが判例を勉強しなければいけないかというと実は判例というのは日本においては、えー、条文をを補う役割を果たしているからです、えー、我が国は成分法主義といいまして、えー、条文化されているールールですね条文化されている法律、えー、これがまずもって、えー、一番大切なものとして重視されます。 条文化されている法律を見ながらでそして実際の事件ですねこれに条文を適用していくつまり条文を使っていくとでそして事件を解決するこれが基本的な考え方でその際に重視されているものがこの条文ですから我が国は成文法主義というルールをとっているわけです。しかしかながら <laughs> これは日本だけではなくどの国でもですね成文法主義を取っている国であっても必ずと言っていいほどこの,裁判,あの裁判所が下した判断、まあ、特に日本だと最高裁ですね最高裁判所が下した判断これは代表的な法解釈としてすべての法律家が参照するものになります。 もちろん私も弁護士ですから最高裁判所の判例ですねこれを日々参照しながら事件に対応していくということをやっておりますでこのように、えー、条文知識だけではあの足りない部分あるいは不十分な部分ですねこれを補うものとして判例というものがあるわけですけれどもこの行政事件訴訟法でも大体その まあ2割ぐらいですね。だから、例えば行政事件、訴訟法の問題がある年でま5問出たとして、5問中の1問は必ず判例知識が問われるということになります。ま5、あ、問というのは5。子択一でだけではなく、5種択一と、そして多し選択式で場合によってはあの記述式ですね。これも全部含めてのま5問ということになります。 で行政事件訴訟法が例えば5問出るとしたら必ず1問,は判例1問以上は判例が出るということになります。そして国家賠償法という法律分野があるわけですね。これはあの国公務員が 例えば私たち国民に対して何か悪いことをしたときにそのときに、えー、国だとか、えー、都道府県市町村といった地方公共団体ですね、まあ、地方自治体とも言いますけれども、えー、こういったところに対して、えー、お金を払って償ってくれと請求することができるわけですこれを国家賠償請求権と言います。 でこの国家賠償請求権を <laughs>、まあ、に関する法律、これが国家賠償法ですがただあの、国家賠償法という分野に関して言うとこれもまたあの判例がメインなんですね。これはもう条文知識というよりもむしろもう判例のみ、えー、判例しか出ないことが多いです。 だから条文は別に全部覚える必要はないにしてもただ条文を知っているだけでは全然対応できないわけですねむしろ国家賠償法に関しては判例をきちんとですねマスターしていかなければいけないということになります。はい、あと地方自治法という法律がありましてこれは実は私たちにとって非常に身近な法律なんです。えつまり、 地方自治法というのはあのいわゆる地方公共団体まあ通称地方自治体と言いますがこの地方公共団体の組織だとか運営に関するルールこれを定めているのが地方自治法ですで地方自治法という法律は憲法と同時期にできて憲法と同じ時期にまあ施行されている法律なんですけれどもこれどうしてかというと憲法の中に第八章で地方自治という章があるわけです。 で憲法の第8章地方自治の章を受けてで、えー、戦後の、まあ、地方自治制度に関して、えー、きちんと法律でそれを整えていこうとして作っていったものがこの地方自治法だからということになるわけですね。ですから憲法と地方自治法というのはまず密接に結びついていますがもちろん地方自治法も行政法の一分野ですから当然行政法総論などの知識を応用していく必要があります。 でですからこの地方自治法というのはあのどちらかというと憲法だとか行政法総論の応用分野というふうに理解していただければ結構です。そしてあの主に、えー、条文知識が問われます。でだいたいあの2、3年に1回ぐらいのペースで判例も出ることがある。だから基本的な判例は少しだけ押さえておく必要があります。<laughs> はい、えー、行政法に関しては今申し上げた通りで行政法の出題実績は14ページの、えー、とこに書いてある通り。 五種択一が19問で多子選択式が2問そして記述式で1問ですねで合計するとなんとこれ全部合わせると112点分ありますで先ほど憲法が28点分あるで行政法が112点という話をしましたけれども実はもうここまでで、まあ、あ112.28だから140点ですね分あるということになります。でちなみに 行政書士試験の合格最低点というのはもう毎年決まっておりましてこれは300点満点中の180点つまり6割です6割以上取れば確実に合格しますいまだかつてですね6割をあの合格最低点が6割以上になったことはいまだかつてありません6割を超えたことはないつまり182点とか184点とかですねそういうふうに その6割を超えた合格ラインの設定になったという年は一度もありませんこれは行政書士試験センターでは合格ラインの補正措置を取ることがあるなどというふうにアナウンスしておりますけれどもしかしその 補正措置が取られたのは実はあの過去に1回だけです1回だけでしかもそれは180点よりも下つまり176点というふうにですねつまりもっと低いあの合格ラインに下げるという補正措置が一度だけ取られましたまあ、ですからこのように基本的にはもう6割以上取れば絶対合格するんだというふうにですね考えていただければ良いということになります で中でもこの行政法の配点が112点,分あ,るあ,の点です、ね、あるわけですから、まあ、これは行政法はとにかく一生懸命勉強しなきゃいけないんだと。 112点満点取るのはもう非常に難しいと思いますが、まあ、それでもですねやはり皆さんあの行政法を得意科目にしたという方は100点以上ですねコンスタントに取れるとまあコンスタントっていうのは模擬試験でっていう意味ですけれどももちろん本試験でも100点以上ですね取れるという方があのたくさんいらっしゃいます。ただあの行政法で100点取っ,た取って でまあ、憲法で例えば28点中のまあ半分以上ですね取ったとしても、えー、まだ合格ラインに達しません、えー、そこでじゃあ合格ラインに達するには次に何が必要かというとなんといっても民法です、はい、民法という科目に関しては、えー、この15ページの上のところですねパンフレット15ページの上のところで民法としか書いてませんが、まあ、民法に関してはこれはあの大きくですね5つの,あの分野に分かれます。 で、えー、まず最初に出てくるのが民法総則という分野です。総則って何かっていうとこれは基本ルールと理解してください。基本ルール。えー、例えばあの民法上の権利とか義務を持つことができるのは誰か。えー、例えばあの犬とか猫とか,とか猿とかですね。あるいは、えー、そのお母さんの中なかにいる赤ちゃん胎児ですね。 えー、があその民法上の権利や義務を持つことができるかというと、これらはあのすて否定されています。まあ、胎児に関しては実は例外が3つだけあるんですけれども、えー、それはまたおおいですね。あの合法講座の中講義の中で説明をしていくことです。で、基本的にはまあ、犬とか猿とか猫とかですね。あるいはさらにあの胎児、えー、お母さんのお中の中にいる赤ちゃん。 赤ちゃんだから、えー、これ人,、えー、人としてはうべきではないかって思われるかもしれませんが、まあ、その3つの例外除いては基本的に大児にもあのその権利や義務を持つことは許されていないというのが民法のルールでこういう基本中の基本のルールを定めているのが民法とということになります、まあ、今の話は実は正確に言うと「権利能力」というです、ね、言葉に関わってくるわけですが、まあ、詳しくは「豪華講座」の講義の中で。 えー、説明することになりますので今はこの程度にとどめておきましょう。で、えー、今あの相続の話だけしましたが相続のほかには物件債権、えー、そして親族相続と、えー、こういう分野が続いていきます。で最初に基本ルールを置いて次に、えー、物件って何かっていうと物っていうのはこれ物ですね、えー、ものあの物質とか物体の物です。 これが物件ですつまり物に関わる権利これが物件ということになりますで物件という権利の中で最も代表的な物件は何かと言われるともちろん所有権という権利なんですね。で所有権というのは要するに文字通りその物物を持っているというそういう権利ということになります。 も物を持っているという考え、まあ、そういう概念というかですね物を持つっていうことに関してはこれは私たちはですね、まあ、あのおそらく法律を勉強したことがない方であってももう常識としてあるいは日常的な言葉として直感的に理解をしている。例えば私は自動車を一台持っているなんて言いう方をしますがそれはあの民法的な言い方に置き換えると私は え自動車一台の所有権を持っていると、まあ自動車一台を所有している、すなわち所有権を持っているというふうに言えることができるわけですね。えこのように所有権をはじめとするさまざまなものに関する権利、えこれが物件ということになります。で物件の詳しい内容についてももちろんこう合格講座の講義の中でお話をしてまいります。え物件以外にも大切なあの。 所有権以外にも大切な物件はたくさんんあるんですね、えー、例えば「抵等権とか「抵、えー、等権という言葉も聞いたことある方いらっしゃると思います。まあ、でもその内容については詳しくはですね講義の中で説明します。で、えー、物件に続いて「債権という言葉がありましてこれも「債権という言葉を聞いたことがある方あるいはあの聞いたこともがないという方、えー、どちらもいらっしゃると思います。ただ お金を貸し借りした時にお金を貸した人を債権者と呼びでお金を借りた人を債務者と呼ぶなんていう言い方ですねこういう言い回しで考えていくとおそらく債権という言葉は皆さん一度はですねどこかで聞いたことあるはずです。で債権という言葉の意味ですけれどもこれは単純に考えていただきたいんですが請求権と。 ほぼ同じ意味になります。ほぼ同じっていうのは全くイコールとは限らないので、えー、ほぼ同じと <laughs> 言っておきますけれども、えー、請求権と同じ。うん、まあ、ただそうは言っても請求権ってじゃあ何ですかということになりますよね、えー。ただあの皆さんの日常用語で請求という言葉はあの頻繁に使っているはずですから、そこはさすがにわかるはずです。つまり、えー、ある人が、えー、他人に対して、えー、一定のことを おまあ、あの求める請求するえー、そのそ,、えー、そういう請求できるっていう権利が請求権でありすなわち債権ということになります。じゃあお金の貸し借りに関して、えー、その債権者この人が請求する側ですねで債務者は、えー、その請求を受けて、えー、何かしなきゃいけない人が債務者ですが、えー、じゃあお金の貸し借りに関してはどういう債権が存在していると言えるかというとると言えるかというとこれはもう端的に。 お金を払うという行為を求めているわけです。債権者は債務者に対してお金を払うという行為を求めている。で、もちろんこれはお金を払うと言ってもちゃんとあの約束通り決まっているお金。例えば100万円をそうですね1年前に貸したからちょうど1年経ったから100万円返してくれとで利息の約束はしてなかったとすると100万円きっちりですねもうちょうど100万円これを返してくれればいいと。 ということで、えー百万円を返す払うと、そういう行為を相手に対して要求しているわけです。そういう権利があるわけですね。これが債権の中身ということになります。で、民法には他にですね、その親族とか相続という分野がありまして、親族相続というのはいわゆる家族に関するルールですね。えーつまり 結婚というのはどういう要件で成立するのかとかあるいは離婚はどうしたら離婚できるのかとかそういったようなことが実は親族という分野のところに書かれておりますもちろん養子縁組とかそういったようなことについても定められておりますそして親族によっていわゆるまあ例えば配偶者ですね要するにその夫と妻と いいう関係ができたりあるいは親子ですね親子っていうのは自然に親子関係になる場合もあれば養子ですね養子縁組によって親子になることもありますがこういう基本的な関係ができたできたことを前提として次に相続という分野にこれ関連していくわけですね。で相続という分野では一体何が起きるかというとこれは相続つまり 人の死亡原因としてその人の財産が残された遺族一定範囲の遺族に分け与えられるとそういう制度がいわゆる相続です。 で相続っていう言葉もよくよく考えてみると皆さんあの日常的によく使ってるはずです例えば、えー、最近、えー、その自分の父が亡くなったから、えー、相続の問題が発生したんだなんていうふうにですね切実な問題として、えー、それを取られてる方もいらっしゃると思いますけれども、えー、このように相続っていう言葉は、えー、もう現,あの現代社会においてはもう常識日常用語として使われている。えー、そのの相続の問題に関して 民法ではきちんとですね詳細なルールを設けていますのでそれはやはり是非ともですね必要最小限のことは知っておく必要があるということになる。でもちろんこれ試験に出ますしで仮に試験出なかったところも全部これは実務に役に立ちますあの行政書士の仕事ですね。これは先ほどもお見せしたようにに行政書士のの業務範囲の中に いわゆる遺言書作成支援、まあ、遺言書の作成支援とかあるいは相続です、ね、の業務といったようなものが含まれているわけですからそうするとやはり、えー、この民法に関しては、えー、最初の相続から始まって、まあ、相続っていう基本ルールの部分から始まって物件、債権そして親族、相続とこれ全部ですねきちんと勉強していく必要があるということになるわけですね。 はい、そしてこれがあのどういうふうに行政書試験で出題されるかというところですが、えー、同じく14ページの上のところを見ていただくと、はい、民法の五種択一問題が、まあ、行政法ほどでは,ではありませんが、えー、9問となっておりまして、まあ、これは行政法に次いで択、えー、一問題の出題数が多い科目ということになります。 民法の範囲の広さからすると9問はあのかなり少ないなというのが正直な感想ですけれども、えー、ところがですね民法に関しては記述問題が出るわけですね記述式の方でなんと行政法より多い2問出ます。でしかもあの行、えー、記述問題っていうのは1問あたりの配点が20点です。ちなみにご試択一は1問4点です。 でこの記述問題で民法は2つ出るわけですがそれを合わせると40点あるわけですね。ということはどういうことかというと民法は五四択一9問これは全部合計すると36点になります。1問4点とか計算していくと36点ですねそして記述問題はこれ2問で40点ですから実は民法というのは記述がかなり重視されているという傾向にあるわけです。 あの民法はもちろんこれはあの理解するまでにかなり時間かかる科目ですから民法に関しては特にですけれどもなるべく早く勉強に着手した方が良いとこれはもうあのはっきりと言えますま。効果的学習法というこのガイダンスのタイトルから考えていきますとこれはなるべく民法を早く受講できるようなタイミングで受講をしていくことが望ましいということになります。 で、えー、実際にですね、えー、これ、えー、皆さんがそのお2023年の11月、えー、つまり2023年の試験があの2023年の11月の第二日曜日に実施されますのでそのお翌週あたりからまあ勉強を始めるっていう方があの比較的多いかと思いますけれどもおただ あの11月からスタートすると結局学習期間実質的にですねもう1年ないと1年はあの取るこことととができなないということになります、えー、しかしながらですね民法という科目に関しては特にこれは繰り返し勉強した方が良いと、えー、これは私はですねあの受講する皆さんにはあの何度も毎年進めていることなんですけども民法というのは、えー、これはマスターするまでに一番時間のかかる科目であり、えー、しかも 1>, 1回通して聞いただけではまだあの半分以下しか理解できていないとだから、えー、これはあの最低でも3回繰り返し、えー、学習する必要がある。 でその学習というのは繰り返し学習というのはこのようにあのウェブ講義をですね3回繰り返して聞いても結構ですしあるいはウェブ講義聞くの時間もないという方は1回目はあの講義を聞きながらテキストを読んでるはずですからあとはそのテキストを2回3回と繰り返しあの精読するとしっかり読むということですね。 速読ではダメではすあの1回目はあの講義のペースに合わせてゆっくり読んでいくはずですけれども2回目だからじゃあ飛ばし読みでいこうっていうふうに考えると、えー、そうするとあのかなり見落としが出てしまいますので、えー、必ず3回は精読してくださいあのテキスト。 であるいはですね、3回、精読するのもあのちょっと大変だなと、つらいなという方は、まあ、ぜひこのウェブ講義ですね、活用していただければということになります。ウェブ講義を3回繰り返して聞けばです、ね、もうそれで基礎はですね、基礎的な理解はできたに等しいということは言えます。もちろん、ただ聞くだけじゃなくて、あのテキストを見ながらですね、テキストを参照しながら、繰り返し聞いていただく必要があります。 REC、はいまあの,のシステムとしては、えー、あのいわゆるウェブでの,その,フォローあのウェブフォローですね。<laughs> つまりあの通学講義で聞かなかったところもあのウェブで聞くことができるわけですがただ、まあ、あのもう最初からこのウェブフォローをあの活用するという前提で、まあ、通学ではまずあの最初のです、ね、1回目の講義を聞いてあとはもう繰り返し繰り返しそのウェブフォローの,あのフォローの,方の講義を聞き直すとそういう使い方もあのされる方は比較的多いですからぜひです、ね、やってみていただければということになります。 はい、あの民法が結局、えー、五施択一36点で、そして記述しか40点分ありますので、合計で76点、えー、ということになります。76点というと、まあ、およそ80点分ですね、えー、ということになるわけですが、そうすると、まあ、仮に行政法であの100点、えー、そして、えー、民法、えー、と憲法ですね、えーこれえー、これを合わせて、えー、考えていった上で、まあ、そこで、 何点ぐらい取れるかと、もちろんできる限り多く点数取りたいわけです。特に民法で高得点取れるようになると、これはかなりですね合格に近づいていくということになります。ただあの繰り返しになりますけれども民法はマスターするまでに非常に時間がかかります。ですからぜひですねなるべく早く取り掛かるということをお勧めいたします。 はい、えー、そして商法、えー、基礎法学とありまして商法の中には会社法が含まれています商法、えー、と会社法ですねで、えー、このかあ商法会社法という分野から、えー、例年5問、えー、ですね出題されますで、えー、商法会社法という分野からは例年あの五試択一ですねで5問です、えー、他の形式はありませんで五試択一5問のみですから、えー、まあ合計で20点分ということになりまして えーまあ、あの商法、会社法というのは実は正直ですね非常にあの範囲が広いわりに、えーまあ、範囲が広いんですよね。 でしかもこの合格講座の講義,の講義としては比較的取り扱う時間が限られていますですから商法・会社法に関してはもうちょっとそこまで学習が手が回らないという方がどうしても捨ててしまいがちなところになってしまうんですけれどもそこはですねちょっと頑張って過去問をしっかりですね解いていただきたいと。 これもある意味商法会社法の効果的学習法ということになるわけですが商法会社法の効果的学習法としてはとにかくこれ過去問の研究が一番効果を発揮するということになります。というのが、 あの過去問を分析していきますと商法・会社法の中で設立という分野そして期間という分野があるんですけれどもこの2つに関しては過去問の焼き直しレベルの問題が出る可能性が非常に高いんですね。ですから この設立そして期間に関しては過去10年分の問題をきちんと検討していくことによってこれでまずそこで2問ですね確保できる可能性が高くなるということになりまますすさらに言いいとあとあは株式っていう分野が毎年出ます。 ただ、株式という分野に関してはあの非常にメジャーな論点からマイナーな論点までさまざまに渡りますので、えー、マイナーなところが問われてしまうと例えばあの、えー、やはり得点できないという可能性もおなくはないということになるわけですね。ですから株式に関しても一応、えーまあ、メジャーな論点が出たら取るというたあの勉強をしておいた方が良いとおつまりは結局過去問ということになります。過去問問レベルの問題 は取りこぼさないようにしようとまあそういう風に学習していただければ結構ですでなお商法という分野ですが商法っていうのはあのかなり条文の数が少ないんですねでしかもあの出題される問題自体も条文知識のしかあのほとんど聞きませんまあれに判例の知識を問う問題もあのたまに出ますけれども概ねあの条文知識のみです。 ですから、商法に関しても同じように過去問をきちんと繰り返し検討することによって商法もこれは取れる可能性が高まってくるた。そうすると商法会社法で5問出題されますけれどもそのうち3問はですね、実は過去問検討によって得点できる可能性が高いということになりますのでこれはやはり商法会社法を捨て完全に捨ててしまうというのはもったいない。例えばあの えー、そうですね行政法で100点以上取るのを目指して一生懸命頑張ったとでもしでもいい点数取れてるからじゃあ行政法で稼ぐぞっていうふうに頑張ってですね、えー、試験臨んでも実際ですね受けてみたらいや意外と難しい問題出たとかあの手薄な部分からたくさん出題されて、えー、ポロポロ落としてしまったなんていうことがあ,のありうるわけですからそういう時にこそ実はあの商法会社法といったような、まあ、どちらかというとマイナーな科目ですね、えー、そこでの得点があの大きな意味を 持ってくとということになります、はい、ですから、商法会社法もこれも捨て科目にせずにですね、ぜひ、えー、勉強はしていただきたいとあの、特に過去問中心ですね、過去問の繰り返しで、えー、かなりあの得,、えー、得点できる確率が高まりますので、商法会社はあの過去問をしっかりやってほしいというところがあります。 で基礎法学という科目についてはこれはの他の科目に関連するところが非常に大きいとあの特に憲法ですけれども、えー、憲法を勉強をしていく中で、えー、基礎法学のそれこそ基礎知識ですねこれが身につくことがあります、えー、あとはですねあの基礎法学で時々出るのが条文の読み方 例えばおよびと並びの違いとかまたはともしくはの使い分けとかそういったような問題が出ますのでですからだからこそですね憲法だとか民法といった基本的な法律の学習そこをきちんとですね、コツコツやっていただければおのずとこれは基礎法学の対策になります。とはいえレクではカリキュラムとしてこの憲法の という科目の講義録の末尾の方に基礎法学の説明をちゃんと載せておりますのでもちろん憲法基礎法学という名称で講義を実施しますからそこでまあ基礎法学一通りですね、まあ、どういうものが出るのかなというのをざっと見ることができます。 ただまあ基礎法学っていうのはその独立して勉強する科目ではないんですね。やはり憲法だとか民法といった基本的な法律あるいはその法あの法律の解釈の仕方そういったものをマスターしていく過程の中で自ずと基礎法学の基礎知識が身についていくとまあそういうふうに理解していただけば結構です。でちなみに基礎法学は五種験一二問しか出ませんがそのうち一問はあの比較的解きやすい問題が多いです。 ですから2問中1問は絶対取る、まあ、あの場合によっては2問とも正解するとそれが望ましいということになります、はい、今科目ごとにですねちょっとどういう特性のどういう特徴の問題が出るかということを触れながらですね効果的な学習法についてお話をしてまいりましたがただまあ全体的な戦略論としては14ページの左下ですね 14ページの左の下のところでポイント1あります。民法法行政法を攻略するこれがもちろん全体的な戦略として必要になってくるということになります。ですからあの これは私、弁護士という仕事をしている関係上法令の解釈というのはもう日々ですねそれこそ仕事として実践してますので特に民法ですけれども民法だとか行政法に関してもちろん行政法もです。民法行政法に関してぜひですねこの講義をしっかり聞いていただければその基本的なその解釈の仕方とかあるいはその判例の理解とかといったことはもうここできちんとマスターしていただけると。 でえー、何度も繰り返すようですが民法という科目はこれはあのマスターするまでにに非常に時間がかかりますですからマスターに時間がかかるというのを大前提にしてそこから逆算してあの自分はもう本当に全くの法律の初めてだと初学者だと、えー、自覚している方は、えー、これはもうあの11月からスタートと言わずもっと前からですね、えー、その勉強を始めるということも必要になってくるということになりますね。 はいまあ、この民法・行政法の攻略に重点を置くこととありますので、えー、これ、ぜひ意識してください。でちなみにです、ね、行政法に関しては、これ、分野ごとにあの出題特性があります、あの少しお話をしましたが、えー、例えばあの行政手続き法と行政不服審査法は条文問題がメインであると、まあ、あの特に行政府副審査法は条文問題しか出ません。 それに対して行政事件訴訟法は条文が8割程度で判例が2割程度ですね2割から3割ぐらいですねを占めているとだからあの条文知識を確実に身につけながらまあ必要な判例を覚えていくということが必要になりますえそして憲法だとか民法ですねえに関してもえまあ憲法については <laughs> これはあの条文問題も出ますがどちらかというと条文解釈といえばまずもってこのいわゆる判例ですねえつまり最高裁判所が下したこの判断これがあの憲法に関しては特に数が非常に多いです。 特に人権と呼ばれる分野ですねその中でこの判例の知識が非常にたく大量にありましてそれが試験にも問われます。で最近では単純な知識だけではなくその判例の考え方を応用させるような問題も多数出ておりますしさらには多種選択式で判決文その,ままそのものではなく判決文に えーまあ、もちろん判決文の,一部,なんあの一部と言っていいんですけれども判決文の,、えー、はんあの判決ですね、えー、そのいわゆるあの最高裁の,あの法定意見という部分ですけれども法定意見のその後につけられている、えー、個別の裁判官の意見にあたる部分。 まああの補足意見というような意見がついたりするわけですがその補足意見といったようなところからも多種選択式の問題が主催されたりするという傾向にありますのでそうなるとですね、えー、これはもうあります憲法ははっきり言うとあのここ5年,か5年ぐらいでかなり難化してきました。 ですから憲法に関してもなるべく早くですね憲法の学習に取り組んでいただきたいという,そう,いうことは希望しております。 そしてまあ行政法に関しては今申し上げたように科目あの分野ごとの特性をあの踏まえながら対策を立てていくということが必要ですがただ、もちろん分野ごとの特性をです、ねえー、ご自分で分析される必要は全くありませんので、えー、それはもうぜひあのこういうあのプロの講師にです、ねえー、そのレックの講師にお任せいただければ、えー、もうそれを踏まえた講義をご提供いたします。 まあ、ちなみにあの行政法総論は、これはもうあの、いわゆる条文がない分野ですから、基本的に条文がない分野だから、えー、まず、えーあの、いわゆる行政法学問ですね、行政法学という学問、えー、その学問的な専門用語のお定義だとか、あの意味ですね、定義あるいは意味、えー、そして、えー、さらにその具体例ですね、えー、専門用語のお具体例。 例えば行政庁というまあ専門的な言葉があるんですが行政庁とは何かこれは行政放送論においてはあの行政主体の意思を決定し外務にこれを表示する行政機関というふうに定義されるんですけれどもこのような定義をまず覚えた上でただ定義で覚えておしまいではなくさらに行政庁の具体例としてこういったものがありますよというものを押さえていく必要がある。 まあ、例えば、えー、法務大臣とか総務大臣といった各省の大臣ですねあるいはあ都道府県知事とか市町村長といった地方公共団体の長ですね、えー、こういったものがあいわゆるう行政庁ということになります、はい、このように各科目の特性をです、ね、踏まえて学習をしていくそして効率的に攻略していきましょう。えー、ぜひです、ね、そのお手伝いいをささせてください でそして、えー、ポイント2のところで、まあ、一般知識、まあ、あのこれはおそらくは名称変わりまして、えー、行政書士の業務に必要な基礎知識等というふうに名前変わる予定になっておりますけれども、まあ、あの通称一般知識ですねで一般知識においては、えー、従来、えー、この4割以上の,あの足切りラインというものがありましたでおそらくはこの4割以上の足切りラインはあの変更されません、えーまあ、変わるのは あの要は一般知識等という名前が行政書士の業務に必要な基礎,あの基礎知識等というふうに名前が変わるだけであって、まあ、名前変わるだけじゃなくてあの実際に出題される中身もですね多少変わることになっているわけですがこの,あの一般知識等と呼ばれていた科目ですね。 えー、全部で五試答一十四問ありますが、そのうち六、えー、問以上を正解しないと、えー、いけないということになります。これどうしてかというと、えー、ここに書いてある通り、四十パーセント以上が、えー、これが足切りない。で、十四問の四十パーセントというと五点六問ですが、もちろんこれ中途半端な数なので、六問以上取らないといけないんだと。 ととといいうここはは問以下ししかかか正解できないとこれは足切りにっかかってまりえすだからここはちょっとあの怖いところですけれども、えー、いかにですね法令科目あの憲法民法行政法ですねあるいは商法会社法、えー、といった法令科目で高得点を取ったとしても実はこの一般知識で足切りに引っかかってしまって1年棒に振るという人もいらっしゃるんです。 つまり、今年は何が何でも絶対合格したいからもう憲法も民法も行政法もそして商法、会社法も,もうほぼ完璧にですねもう満点近く取れるように十分に対策を立ててきたという方であってもですね。実際、法令科目ですごく高得点を取るとところが一般知識科目がネックとなってしまってで5問以下で不合格と。 いう方が実際にですね私もあのそういうかわいそうな方あの見たことはありますのでそうならないようにですね一般知識等に関してもきちんと対策を立てる特に令和6年の試験ではこれ一般知識等という科目自体のいわゆる改正といいますか出題傾向の変化 があるわけですから、それを踏まえた対策をきちんと立てなければいけません。で、そこで足切りを食らってしまって、また来年ということにならないようにですね。一般知識等での4割、つまり6問以上、6問ということは24点ですね。もうこれはもう最初から計算に入れなきゃいけない。つまり一般知識等です。あの最悪でも24点はあの取ると、絶対に取らなきゃいけない。 それ取れなかったらもうその時点でその年はおしまいということになるんです。はい でアウトプットで過去問を徹底活用してくださいとありますけれども、まあ特に過去問をフル活用していただきたい分野というのが、えー、先ほど申し上げた商法会社法。そしてもう一つあの申し上げると地方自治法もそうです。地方自治法も一見ですね、えー、つかみどころのない、えー、何を勉強していいかよくわからないといったようなあの悩みをおおっしゃる方がいらっしゃるわけですが、えー、やはりですねそういう方にあのお勧めしているのが地方自治法もあの過去問の焼き直し 多いんだとで過去問をきちんと10年分検討することによってそれでもうまず確実に取れる問題も出ますし全く同じっていう問題出ないにしても例えばあのその選択肢のうちですね5つの選択肢のうち2つないし3つが重なっていて。 でまあ、あのその結果あ,そのある程度絞り込むことができて正解できるということもよくありますのでそうするとあのこの地方自治法も過去問これをとにかくフル活用してください。他の科目もそうなんですが例えば憲法民法ですねあとあの行政法の,その地方自治法以外の分野もこれも過去問フル活用はもう是非やっていただきたいんですが。 ただその前にまず民法とか行政法に関しては過去問を解くっていう以前のまず前提となる基礎知識ですねこれをしっかりと講講座の講義の義中で身ににつけていいいたただきたいとということになります特に繰り返しもう何度も繰り返しますんでもう皆さん頭にインプットされてると思いますが民法はそのマスターするまでに一番時間かかります。 ですから民法をいち早く取り掛かれるように、えー、ぜひですね えー、最寄りのそのレックの本校の方に足を運んでいただいて、えー、この私のガイダンス以外にもですね、えー、例えばあのいわゆる生講義形式でのガイダンスといったものを実施している学校もあると思いますので是非、えー、そういったところにも足を運んでいただくあるいは無料体験講義の機会もあります、えー、そういったものを体験していただいて、えー、あこれだったら確かに早く始めないとダメだなという、えー、それを実感していただきたいというふうに考えております。 はい、このパンフレットの14ページ、15ページに書いてある情報がこれが非常に役に立ちます、この効果的学習法とスケジュールの組み立て方ですね、でただしかもその各科目、あるいは各分野の特性、これをつあの踏まえた講義を聞いてで基礎知識をきちんとインプットしていく、あるいはその対策を立てていくということが必須ですね。 でスケジュールの組み立て方とありますけれどもこれはあの私がおすすめしているのは、まあ、ちょ最後にこれで最後にしますけれども、うんえー、私がおすすめしているのはをすこれをおおめしております例えば、えーまあ、レック大宮本校の通学講座の、まあ、学習ペースでいうと毎週日曜日に、えー、朝あの午前10時30分から、えー、午後4時35分までですね えーまあ、ごあの途中、昼休みが入りますので合計で約5時間、えー、講義を実施しております。で、えー、ある日にですね日曜日に、えー、5時間講義を聞いたら、えー、その倍ですから10時間ですねで10時間別に1日であの復習する必要はもちろんありませんそれを平日にこうばらしていって例えば1日2時間ずつ、えー、復習するとか。 あるいは1日2時間が難しいのであれば例えばせめて1日1時間はですね、例えば往復の通勤時間などを利用して1時間はその復習に充てるそして日曜日に講義があるんだったらその前日の土曜日ですね土曜日はちょっと潰していただいてそこを5時間まとめて復習するとそういうことをやっていただく必要があるということになります。 「聞いた講義の2倍の時間復習にかける」っていうのは、まあ、これはあのパンフレットをご覧いただくとお分かりになると思いますが過去問集がまず「 その副教材として、えこれはもうパーフェクトコースというコースの中にあの受講料としてあのあのまあ込みですね、受講料に含まれておりますので別途買う必要はもちろんありません。ですからその受講料の中に含まれている副教材であるその過去問集であったり、あとはこれは市販はされていないものですけれども復習用ドリルという一問一答形式のまあ復習問題もあのこれも含まれております。 でこの復習用ドリルもです、ね、ぜひ活用していただいてこれもきちんとです、ねえー、解いていただくで解けないところはたくさん出てくると思います、ね、まあ解けなかったところはもう一度講義録にフィードバックしていって、えー、そこを重点的に読み返すと、まあ、要は一問一答の問題で引っかかったところが皆さんの弱点になるわけですからそこをまず把握して、えー、そこをきちんとです、ね、合格講座の講義録に戻っていってで、えー、理解を改めると、えー、そこを改めてです、ね、理解し直すと。 もしあの読むだけで分からなければこういうあのウェブ講義ウェブフォローこの制度をフル活用していただいて何度もですね該当歌詞を聞いていただければということになります。 まあレックの場合こういうあのウェブフォローであったりあるいはその副教材として過去問集がこれはあの別途お金を払わなくてもですね受講料に含まれてついてくるとかあとはさらにそれ以外の,その当練ですねまあ当練というのはその小テストにあたるものですが小テストの機会もあったりするとこういう機会をですねフル活用していただければ自然に合格に近づいていくということになります。 まあ、ぜひです、ねえー、一度無料体験講義の機会もあ,るありますので、えーまあ、一度最寄りのです、ね、レックにお越しいただいて、えー、その講義を実感していただければというふうに考えておりますはい、えー、60分と言いながらもうあの70分以上ですね話をしておりますのでもうそろそろおしまいにしますけれども、えー、以上で、えー、2024年向けの、えー 行政書試験効果的学習法とスケジュールの組み立て方というガイダンス講義終了させていただきます。どうもお疲れ様でした